お疲れ様です。ラットです。というわけで、今回もね、クラッシュラルやっていくんですけど、まあ、とりあえずね、シーズン終わりまして、あとは環境もね、変わりましてっていうので、皆さんお疲れ様でした。で、僕はね、まあ、マイクとライト両方200ぐらいでしたね、順位。まあ、2桁、なかなかやっぱ大変っすね。ちょっと撮りたいっすけど、まあ、切り替えてね、やっていこうかなって感じでございます。というわけで、今日はね、まあもちろんのことローフグ使っていけます。こやつが情報されたんでね、まあ、一発一発が強くなりましたね。で前が多分ダメージ54か56だったんですよ。54だったかなが59になって、ほんとねミリね、ミリダメージ変わりましたけど、やっぱ公式戦とかでね1ダメージ届かないとかもやっぱあるんでね、まあ、この5がねでかいかなと思います。はい、というわけで、まあ、メガナイトローフグっすね。でこれ多分前にも結構前に流行ったデッキです。ほぼ一緒、中身はなんかコロコロ変わります。メガゴがコウモリ、ゴボリがトリトン、まあ今はさすがにゴボリの方がいいですね。でダックプリが有能でなんですけど、まあ環境バージョンですね。まあダックプリというのはすごい悩むところなんですけど、もうねみんなね流行りにすぐ乗りたがるのよ。なんか強化されたカード、ああババコエ強化されたからババコエ使うみたいな、ザッピー強化されたからザッピー使うみたいな感じで、マジで本当にすぐみんな JK になりたがるんで、多いんすよ今ロイホグとかババコエが、いこいつレアケースっすねマジハリー乗らない系は超激レアっすね。でやっぱそうロイホグとかババコエが多いんで、ホバリングもいますね。まあそこのロイホグ系に合うっていうので、なんで、え？バカなのかなこれ。ごめん、そんなこと言ったらよくない。あ、間違えたせてあるのこれ。これだって、バカなのかなマジ。美味しい、これ。踏んじゃって、グッドゲームですね。で、付け合わせなんでコウモリしかないですね、あと。ミニペッカも避けました。あとコウモリしかないんですよね。これも打っちゃって、お疲れ様ですね。で、そう、なんで、まあ、そこに対して、ロイフグババコアですね。対して、やっぱ言うのよりダックプリの方が圧倒的に、防衛からのカウンター、防衛もしやすいですしね。多分ね、これ相手諦めましたね。まあ、動画潰し、諦めてないんかい。くさ。やばい。あ、でもこれ、ワンチャン間違えちゃう。もう持っていって。そこで回るのはちょっとね、困りますね。まあまあまあ、はい。という感じで、まあ、ダックプリが環境に刺さってるのと、あとメガゴとコウモリがね、すごい悩むの。なんか、多分、基本的にはコウモリの方が、とりあえずセパして、ローフグとかもできて、ニコスだし、アンパイに避けるし、結構コウモリの方が使いやすい説は、あるんですよね。はい、お疲れ様でした。なんですけどコウモリの方が使いやすいんですけども、今ホバリングとマジアチャがちょっと増えてますね。ロイフグに合うのでホバとマジアチャが増えてて、まあそこに対してやっぱ2発でね処理できるんですよね。ホバにもマジアチャにも直当てしてパパって軽く処理できるんで、まあ、メガゴが強いですね。そこの、なんか、なんで、環境のメタとしてメガゴが増えるかなっていう、最近コウモリがちょっと多かったと思うんですよね。結構、はい、コウモリオールブレイカーであったりだとか、まあ、とりあえずコウモリプラスのってコウモリが入ってたんで、まあ、一周そこに対してマジアチとかホバがね、強かったんですけど、はい、JK 来た、しばきます。なんですけど、まあ、メガゴはね、流行り潰しって感じでいいんじゃないでしょうか。あ、これに対してメガゴがね、刺さるんですけど、今ないですね。ああ、これちょっとやべえですね。まあ、気悪いですけど、あぶね！ここは、いいですね。竹取りつつ、逆サイに走っていく。優秀。で、まあ、ファイボ入りの、まあ、ロイフかなこれも。ここでロイフ来てくれたらハッピーなんだけどな。ワンチュー振ってこねえかな。なんだ。エレキ落としてあげて。で、ホバリング言うのだったら、ババコヤもね、いますね。今、普通にババコヤロイフ。ああ、お疲れ。まあ、これ、ゴボリでもよかったですけど。よいしょー、さあ、コウモリがいるんで、雪玉構えて。あ、ザッピーか。うわ、いいザッピー。え？めっちゃいいザッピー。一応コウモリいるんで。これ、いねえわ。マスケホバー型だ。いや、いい防衛しますね。でも結構いい防衛されましたね。まあまあまあ。ゴボリで、ゴボリね。今までボムタワーしか多分いろんなクラロワ YouTuber 動画出してたらもうみんな施設ボムタワーなんですけど、久しぶりにゴボリ使うじゃないですか。ゴボリめっちゃいいんですよ。びっくりするぐらいとりあえず適当に置けます。本当に。
なんか相手の流れが来るじゃないですか、余り物ね、軍団、あーゴブリと行くじゃえって思ったらもう勝手にカウンターまでしてくれて、もうまあいいやつかって感じですごい働いてくれますね。あーこれマジでちょっと下手っぴっすね。まあでもそこにファイアボール咲いたら他ねエレキとか後ろから咲きやすくなりますね。ここ一回捨てっすね。ちょっと相手のホバリングが、ホバーマスケが弱結果ですね。こっちが5系がないんで、一回ここはね、ミステリーしかなくなりますね。まあでも相手も僕がメガナイト持ってるんで、なかなかね、展開できないんですよ。なんで同じ状況ですね。相手としても、展開したいけど、展開できないみたいな感じですね。なんでこの、お互い今様子見がすごい続いてますね。まあでも相手は多分あれなんですね。別にメガない時はないんで、普通に、まあロイフグ飛ばして、僕は飛ばしてもいいですね。まあ5打たれるだけですね。リスクとしては。まあ、打ってくれたらマジアチが残るんでいいかなって感じですね。あ、相手丁寧ですね。めっちゃ丁寧。結構うまいぞ。これは許容はできないですね。さすがに。このババがちょっと勝て。あいつちょっとうめんだよな。ザッピーとね、ユーノが。ワンチャン破れるぞ、これ。やばい。一回置いて、高めホバ来たら、右側の方のメカゴでワンチャン殴りてるね。ここは、受けつつ、ワンチャン5打ってくるよね。これちょっとチャンスかな、気持ち。どうなんだろう。小屋をね、突破したいですね、僕としては。ワンチャン？ワンチャン突破できる。あー、ババコヤマスキ勝てですね。で、こうなってきたときに、僕の勝ち筋としては、マジアチャで抜きますね。なんですけど、なかなかそれも難しいと。いや、これ、全然ありますね。小屋が回ってなくて、相手ちょっと辛いと思うんですよ。そっちじゃない。そっちじゃない。いや、でもいい。あ、3倍タイム。オッケー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 。今、バボコがなかったんで、ダメージ入ってますね。オッケー。しかも回転が早い。いやー、ナイス。逆サイ言うのぐらいかな。考えられたら。これ、こっち側で受けて、オッケーオッケー。この辺に適当に出しておけば相手困りますね。来たー！危ねー！負けたと思ったー！防衛5絶対しないといけないから、このマジアチャがザッピー抜いてる。これたまたまっすね、マジ。で、回転早いし、まあ、時間稼ぎもできるんで、まあ最悪メガナイト温存しつつ、はい、ありがとうって感じですね。これがね、ゴボウリの強みですね。他のゴボウリ置いて、他のユニット後ろから裂いて、相手のユニット入ってきたらそこを踏んでいくっていう。なんかもう、ワニとかそういう獲物をこう仕掛けるトラップみたいな感じですね。巻いて、待って、来たところを一気にね、メガナイトで踏んで、え、食っていくって感じっすね。危ねえ。ババコヤロイフグもちょっといますね。これ、マスケの枠が三重子だったり、マスケだったり、いろいろっすね。まあでも、ちょっと危ないっすけど、ババコヤがないと逆にロイフグが相手なかなか止まらないんで、さっきみたいに、でもちょっと早めですね。10コスぐらいまで待ってロイフグ飛ばすと、結局ババコヤで受けられちゃうんで、なんか多分さっきあん、なんかね、僕があんまコストなかったというか、ロイフグ飛ばした後のメガナイトダックプリが相手止まんなかったんですよね。なんでロイフグでバボコが壊れた後のがきつかったように見えたんで、バボコがないターンに回転半めで、ね、狙えたらいいかな。これベビー来た瞬間速攻。あー反応おじさんか、さすがに無理か。これあータルバボ来てもさすがに無理か。はいはい、相手は、さすがにスケラだと思うんですけどね。これタルババ受けないと、これ来たら踏んじゃおうかな。オッケーオッケーオッケー。ナイトとそれ裂いたら、多分陸系、ナイトと墓石裂いたら陸系きついと思うんですよね。タルババ、はい。からの墓石か。はい、いや。ちょっとやばいかも。ちょっとやばいかも。まあ、でも、ちょっとやばいかも。やばい。やばいこれ。防衛うまっ。防衛うまいな。まあでもここをゴーボールで受けつつ、ちょっとスケラ痛いんでね、雪玉で防衛して、まああとは多分なんとかなります。雪玉ちょっと早かったな。
スキャラですね。このデッキ結構弱点がほんとないんですけど、唯一きついのが、まあ、スキャラかな。はい。結構ポイズンで引き込まられつつ、スキャラでこうチクチク入るのが怖いですね。いや、うめえね。さあ、まあ、こっからですね、勝負は。ダクプリはスキャラ受けでちょっと取っておきたかったけど、もうね、こうなってきたら、ロイホグのダメージあんまなかなか通んないんですよね。なんで、あ、待って、お願いごめんなさい。お願いは、これはちょっとね、やりました。まあまあまあ。ここは多分来ないかな。来たら来たで、まあ。そうですね。低め受けて、端前、ベビーっすね。ベビースキャラが怖いですね。後ろから来る。後ろから来るなら一回盛っていいですね。一回盛りつつ、巻いてもね、丁寧ですね。さすがに。端前ナイトスキャラ警戒。オッケーオッケーオッケー。うん。あー、カード回しですね。で、僕は、左、同サイドを固めても、相手のユニットには絶対押し勝てないんで、からの、こっちみたいな感じですね。からの、ボスキー壊れた、こうメガナイトエレキを作りつつ、ですね、逆サイド振っていく感じですね。メガナイトプラスの、まあ、エレキであったり、マジアチャが、結構相手はきついと思うんで、まあまあ、今のはちょっと崩しましたね。基本的にメガナイトエレキかメガナイトマジャチャを作るイメージで、ここは OK ですね。一回ニット咲かしてワンチャンマジャチャで射抜いてもいい。あれ射抜きますね。アイス G さん。こっちで組みつつ、タルババをエレキに使いたいんですね、相手は。そしたらこっちのね、マジャチャが結構入るんですけど、OK。咲いた。これ残る。右残る。GG ナイス。トレネで死ぬか。OKOK。ダメージ追いついてきましたね。メガナイトエレキで。いやー、これちょっとやべえっすね。ふぅ、怖え。いや、この雪玉いらんっすね。今、ダックプリとエレキが頑張ってましたね。いやー、渋いか？いや、まだ参りますね。一回飛ばしちゃって、OK。ワンチャンないときたら端前止める。エレキで多分完封できます。OK。で、こんだよ、こっからだな。これ早めに、タルババって際かな。うわ、ちょっとうめえ、それはうめえ。ワンチャン飛べ。いや、待って、トレネ使った。ボスキも咲いた。あるあるある。あるんだよね、気持ち。うえー、回転早い。いや、くっそ、これ終わったか、もしかしたら。ラストチャンスぐらいですね。30秒ありますね。ラス2ぐらいチャンスありますね。うわぁ。延命。耐える。間勝ちに来てるんで、ワンチャンある。ワンチャン？ワンチャンを掴むなら、マジアチャで奇跡を起こす？いやー、頑張ったっすからね。まあでも、こんな感じっすね。これで、まあ、勝てるときは勝てる。なんか最初かな？序盤にめっちゃダメージ受けちゃったんで、それが良くなかったっすね。メガナイトエレキ、メガナイトエレキっすね。を作りつつ、逆サイにも振って、まあ、マジアチャを真ん中か、どっちかに射抜いていくかな。はい。いやー、痛いけど、まあ、こんな感じかな。今の環境多分、このロイホグ系がメインで、このままジャイスキャラは多分残りっすね。で、このロイホグに勝てるのが、まあ、遅延スキャラなのかな？どうなんだろう。まあ、いい勝負していくかな。はい。このロイホグ系が増えていくので、まあ、このロイホグにメタのロイホグであったり、シンプルにロイホグに強いなんかね、まあ、デッキが増えていくんじゃねえかなと思います。まあ、近々ね、このデッキ、ロイホグ系に対して強いデッキを出したいと思います。というわけで、お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。というわけで、明日はね、ちょっと明日マジでいいデッキ紹介するんで、これ、マジでもう、早く紹介したいんですけど、このデッキも今日紹介したかったんで、ちょっと、どうかなって感じなんでね、明日もぜひ見てください。では、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。バイバーイ。